った。試合をしよう。ついてこれるかな？この前どこまで話したっけ？ああそうだそうだ、七星はリーウェの紹介を支配する7人の大商人。あの人らの情報は絶対間違いがないっす。ってことは今モンドは流災の影響で農産物の収穫量が減少してるっす。でファデュイが稲妻やリーウェで不穏な動きをしてるっす。いいっすか、これは七星の天ちゃん行幸から聞いた信憑性のバリ高い情報。聞いた話では七星はファデュイとの交渉を決裂させるつもりらしいっす。そうなると日用品が高騰、七星はそれでまた人リエユエの人がかわいそうだな。